こんにちは。 FX の相場解説いつもご覧いただきましてありがとうございます。やっぱさすがですね。モチベーションが落ちていても勝率5割をキープとかね、なかなかのもんだと思います。まあここにも書いてますけども、先週の下げ、その後の上昇 NG の3回ぐらい、小さいとはいえ1回しか参入できませんでした。よって参入回数が少なすぎて5割キープも嬉しくありません。おお、値幅も少々でした。でもこのね、小さな勝利をね、重ねていくのが非常に大事なんですよ。で、私の相場解説でちょっとこうテンションが上がってない時って見えてない時なんですよね。まあですんで、私ね、動画を撮れば自分の状態がよくわかるんですよ。ですんでね、それが私のモチベーションアップにつながってるかなと思います。まあモチベーションの保ち方っていうのは皆さんそれぞれだと思いますけども、私の場合はアウトプットすることによって、今回みたいにね、こうやってご連絡いただいたりとか交流があることが何よりのモチベーションだと思いますので、動画をね、上げてる方には積極的に私も応援する意味でコメント書きに行ったりとか、やり取りをしていこうかなとも思います。でも確かにね、長い自粛疲れ、それから梅雨、あと家族のね、介護とかっていう問題がやっぱ我々の世代ありますからね、いろいろあり、ちょっとだけ落ち込んでいる部分があるかもしれません。そういうのもね、やっぱりこう相場をやってると出てきますよね、なんかね。あとスポーツ選手はこうジョギングをすると自分の状態が分かるとか、精神状態が分かるとか聞いたこともあるんですけども、毎日基本動作をやってると、毎日同じことをやってると、ずっとした心の乱れとか嫌な予感とか喜びとかハッピーな気分とかが、その基本動作にあられるのかなと思っちゃいますよね。それではこれからもよろしくお願いします。もう今年もではないですね、今月も終わりですね。